運動着に着替えてグラウンドに集合と五条先生に言われて向かうと、そこには伏黒に釘崎、そして2年の先輩たちがいた。なんとなくデジャブを感じて、また全員参加の体育祭でもやるのかと思ったが、どうやら今日は違うらしい。大きな箱を持った五条先生がニヤニヤ顔でやってきて、まあどっちにしろいいことではないのはわかる。はーい、みんな集まったね。ってことで気合い入れていくよ。おお。うん、ちょっとみんなもっと盛り上がってよ。そうだよみんな、最初に盛り上げておかないと五条先生がへそ曲げてもっとめんどくさいことになるよ。それもそうね。イエーイ。棒読みすぎるだろ。ほら2年組もやる気出して。っていうか今から何するのよ。そうですよ、まだ何の説明も受けてません。そうだね、じゃあ説明しよう。この箱を見てください。ただの箱ですね。あ、でも蓋の部分に穴がある。なんかこれ見覚えあるんだけど。そう、これは前に体育祭の時にも使った箱、それをちょっと大きくリニューアルしました。はあ。あ、わかった、借り物競争の時のやつだ。そうです、君たちには今から借り物競争をしてもらいます。またですか。懲りないわね。今回は前とは違うよ、箱と一緒に範囲もリニューアル。範囲？この前は高専全体でお題に書いてあるものを探してきてもらったけど、今回は町全体、この町全体でものを探してきてもらう。はあ？あんたの遊びに町全体を巻き込まないでくださいよ。まあまあ、君たちも一応この町に住んでるわけだし、町の人との交流も大事だからね。まあ確かにこの町の人ってあまり話したことないのよね。東京のくせにクソ田舎だし。緑が多いっていいなよ。制限時間は夕方まで、それまでに全員がお題のものを見つけてくること。見つけられなかった人、ビリだった人はきついお仕置きが待ってるからね。マジかよ、強制参加じゃねえか。っていうかパンダ先輩はどうするのよ、街中にパンダいたら連行されるわよ。あ、パンダは大丈夫、この街の人は認知済みだから。パンダを？呪術高専は一応宗教系の学校ってなってるからね。で、パンダを崇めてることにしてるの。勝手に変な設定つけないでくださいよ。私たちパンダを崇めてる変な生徒だって思われるじゃない。まあまあ、特別なパンダぐらいで通ってるから。よくそれで通ったな。この町の人大丈夫か？さ、町の人との挨拶も兼ねて早速行ってみよう。数分後って言われて町に出てきたけど、先生、お台はまだ開けちゃダメなの？まだまだ、みんながそれぞれのスタート位置に立ったら一斉に開けるからね。現状報告のためにこのイヤモニを通してみんなと会話をするから、ちゃんとみんな僕と会話してね。寂しいから。あ、こら恵みにマキ、行ったそばからミュートにしない。僕に君たちの声を聞かせて。キモいこと言わんでください。さあ、じゃあゲームスタートだよ。みんなが引いたお題は何かな？俺は3回落とされたけど持ち主のところに戻った財布。オッケー、探してくる。って見つかるわけねえだろ。イタドリ、一人で茶番するな。いやいやいや、おかしくない？明らかに体育祭の時よりお題が難しくなってるし、どうやって探すんだよ。それは君たちに任せるよ。イタドリはハズレを引いちゃったみたいね。私はラクダね。よし、ラクダ探しに行くぞ。っているわけねえだろラクダ、街中に、こんな田舎に。釘崎どんまい。罰ゲーム決定だな。野原はラクダか、難しそうだけど頑張って。いや、やる気失せたわ。このお題考えてるやつ誰だよ。え、僕だけど。ちょっとつらかせや。怖すぎる。さて、茶番はこのぐらいにして他の人のお題も見ていこうね。茶番じゃねえんだよこれ。さて、マキのお題は？うん、パンダだね。おっと、パンダがマキから逃げ始める。そしてそれをマキが追いかけている。なんか鬼ごっこ始まってね。借り物競争なのにな。
ていうか、私たちの位置情報ってみんなに共有されてるわけ？うん、君たちのスマホに全員の位置情報が表示されてるはずだよ。あ、本当だ。いつの間にこんなアプリ入れたんですか？君たちが寝てる間にこっそりと。それ普通にやっちゃいけないことだからね。さて、めぐみのお題は何だった？俺は何度も禁煙に挑戦してるけど結局続かない人、イエリさん探してきます。めぐみはターゲットを絞ったようだ。ちょっと伏黒、あんたずるいわよ。これはラッキーなお題だったね。あ、でも証拠、今高専にいないかも。マジかよ。ってことで街で探してね。はあ。マキに追いかけられてるパンダのお題は子供だ。何それ、めっちゃ簡単じゃない。いや、子供を高専に連行する気ですか？普通に誘拐にならない？まあそこはパンダの会話術次第だね。さて次はトゲのお題だけど、トゲは暇そうな警察官。どんなお題だよ。警察官連行してどうするんだよ。暇そうならいいんじゃない？ほら、よくいるじゃん、自転車で町内巡回してるおまわりさん。あれも立派な仕事だわ。この町は治安も悪くないし、おまわりさん暇してると思うよ。すげえ偏見。仕事の邪魔をするなよ。製品が、お、スマホの位置情報によると私のすぐ近くにイタドリがいるわね。こっちか、家の中？イタドリいるの？お、釘崎じゃん。あれ、お知り合いかい？同じ学校の友達。へえ、この子も呪術高専の子なんだね。絶対に今この子もパンダを崇める変態宗教の一員かって思われた。で、何してんの？いや、街で大きな声で財布を3回落としたことがある人いませんかって叫んだらさ。叫ぶなバカ、近所迷惑だ。この人が落としたことあるって言うからさ。マジで？3回どころか10回くらいありますよ。そろそろ財布にチェーンつけときなさいよ。で、お金抜いて財布だけ貸してほしいって頼んだんだけど、さすがにそれじゃあただの不審者だからさ。パンダ崇めてる時点で十分不審者なのよ。なんか手伝えることないかなって思って家の電球変えてあげてるの。お人よしね、あんた。いや、俺も炭治郎みたいに町の人に愛される主人公になりたくて。そういえばあれもだいぶお人よしだったわね。ってことで俺は目的のものは見つかったし、すぐにでもゴールするからな。うわ、ずるい。終わったら釘崎のお題も一緒に探してあげるけど。マジで？でもあんたにも無理だと思うわよ。そんなことねえって、二人で探せば何だって見つかるって。俺を信じてよ、釘崎。あんた、ありがとね。お題は、楽だよ。頑張ってね。諦めるな。私ももう諦めてるけどな。楽だってどこ探したらいるんだよ。ただの東京の端っこにさ。楽だいますよ。え？え？いや、俺ここから結構遠くの職場に通勤してるんですけど、遠いからラクダで移動してるんすよね。お尻めっちゃ痛くなります。いや、ツッコミどころ満載なんだけど、とりあえずラクダ借りてもいい？いいっすよ。え、ラクダに乗って通勤ってありなの？てか歩道歩くの？いや、車道っすね。マジで？車でドライブ中に信号で止まって隣にラクダいたら俺小便ちびるよ。よく言われるっす。笑い事じゃないわよ。まあいいわ、とりあえずお題クリアね。おし、伏黒や先輩たちがお題を見つける前にゴールしようぜ。そうね。そのから何度も禁煙に挑戦してるけど結局続かない人ってどうやって探せばいいんだよ。街中で大きな声で叫んで探すなんてバカなことはできないし。そのからクシュン。どうしたの？いや、さては誰かが俺のことを噂してんな。俺があまりにも天才だって。それはない。とりあえず
近くにいる人に声かけてみるか。すみません。お、その制服は呪術高専の生徒さん。そうです。どうしたんだ。あの、タバコって吸われますか。タバコ、ああ、一応吸うけど今禁煙中なんだよね。マジですか。変なこと聞きますけど、ちなみに今まで禁煙って続いてます？さては君、俺が妻に禁煙しろって言われて禁煙を始めたけど、実は陰で吸ってることに気づいてるのか。知るわけないでしょ。まあ何はともあれ、いきなりビンゴだな。すみません、今からちょっと時間ありますか。一緒に来てほしいところがあるんですけど。それってナンパ？違います。説明するのめんどくせえ。なんかあったんですか。ああ、なんでもさっきね、街中をパンダが走り回ってて、それを薙刀みたいな武器を持った女性が追いかけ回してるっていう通報が入ってね。何やってんだあの人たちは。しかもそれを追っている警察官を可愛らしい見た目の男の子が追いかけてるらしいよ。何やってんだよマジであの人たちは。ああ、そういえば犬巻先輩のお題は暇そうな警察官だったな。どう考えてもその人は暇そうじゃないだろ。まあいい、先輩たちがバカやってる間にさっさとゴールするか。数十分後、高専までの山道って何回歩いてもきついな。あ、そこにいるのは伏黒じゃん。虎杖と釘崎の声、同じタイミングで帰ってきたのか。ああ、お前たちもお題を。なんでラクダに乗ってんだ。え、釘崎のお題だから。いや、ラクダいたのか。てか、これ本物のラクダか。いや、私もびっくりしたんだけど、本物のラクダ、名前はまつげ。ワンピースでそんな名前の変態ラクダがいたな。あんたも乗る？いや、3人は無理だろ。この人もいるし。あ、いけるわよね、まつげちゃん。涙目で首振ってますが。つうか、この人誰？俺のお題の人。ああ、禁煙が続かない人。失礼だぞお前。ほら、先輩たちがゴールする前に早く行こうぜ。そうだな。数十分後。はーい、みんなお疲れ。てか、ラクダっていたの。僕、冗談でお題に書いたんだけど。んなもの軽いノリで書くな。3回落とされた財布に。禁煙が続かない人ね。君たちは合格。先輩たちは今頃警察署じゃないですか。どういうこと。さっき通報されてましたよ、街中でパンダを追いかけてるって。マジで。なんか通話に全然反応してくれないと思ったら。あ、でも無事に戻ってきたみたいだね。トゲも警察官連れてきてるし。マジで連れてきたの。どうやって言い訳したんだ。その後、結局罰ゲームを受けることになったのは2年の先輩たちだったよ。3人同時に帰ってきたからってみんなで仲良く受けるらしい。なんでも街中の人に奉仕活動をするみたいだけど、俺たちもお世話になってる街だし全員で行うことにしたよ。ラクダも返さないとな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。